ストライクショット、パンチライクストライクの中のサード、リークスです。はい、本日はこちら、じゃん、重心化モンストブライト使ってみた。いくぜ。はい、行きます。では早速見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。じゃん、マインスイーパー M、SS ターンアクセル、そしてゲージでアンチ重力バリア底力、はい、で友情コンボが電撃、そして副友情コンボが超強爆発です。はい、はい、となっております。ではまず縦貫してみようと思います。はい、はい、ちゃんちゃんちゃっちゃちゃんと、こんな感じのスピード感でございます。はい、はい、さあ電撃があるので当たれそうであれば当たっていただきたいですね。はい、ちゃんちゃんと、はい、おお、だいぶ伝わって、ね、はい、戻ってきました。はい、でさらにね、あの爆発も持ってるので、クローバーのが、そうですね、フェローレーザーが出ておりますと、はい、いう感じですね。あ、もう一丁、ドーンと、おお、共有所のやつとね、の相性もサポートとしてもいいし、バッチリです。電撃もしっかり入ってますね。おお、誘発も相まってバッチリです。バッチリ、トン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 、おお、強い、そこ力真っ赤になっております。そして、はい、こちら、50% 以下ですね。はい、50%、ここね、SS ターンに注目していただけると、今6が4になったので、うん、はい、50% 以下だと2ターン減っていきます、うん、そう、 SS ターンアクセルですね。はい、の効果でございます。優秀、優秀だね、ピンチに強い。はい、うん、はい、ストライクショット、はい、じゃーん、仲間たちを率いて敵へ打ち込む。はい、28ターンの方ですね。はい、こちらで仲間たちを率いていく。はい、マインも取っていく。待たせたね、僕が来たからにはもう安心さ。大暴れ、そして底力も発動していたようでしたな。バッチリ、もう赤くなってました。赤くなってましたね、はい、これで306万というわけで、お、斜め打ちでもこれぐらい雑魚処理もして、ボスにもダメージを耐えれると。はい、優秀ですね。で、これが SS ターンアクセルで早く打てる。ピンチになった時が最強ですね。最強ですね、はい、というようなダメージになっております。はい、ちなみに20ターンの方も打ってみようと思います。はい、どのぐらいなのかということですね。はい、待たせたね、僕が来たからにはもう安心さ。からもマインも取って、殴って殴って、みんなも走って、これぐらい200超えと、214でザックを倒すと、はい、いうような感じで、これがすごい早く打てるので便利かなと思います。ではステータス見ていきましょう。はい、というわけでステータスはこちらでございます。はい、今言ったのはデスアークのステージでした、はい、重力、はい、マイン出ましたということで、はい、でザコも、電撃で倒していったりとかしていくような感じですかね。はい、スピードも速かったので結構使いやすかったかなと思います。他いけそうとかありますでしょうか。他究極だとファラオ、こちらも、重力と、マイン対応しております。あ、そうですね。超絶だと不動明王、こちらも地雷重力と、良さそう、良さそうですね。号令の SS も相性良さそうですね、うん、まあ、あの重心化後もすごい合ってましたよね。そうですね、はい、はい、で、あとは、覇者の塔の28回、はい、こちらもね、重力地雷があるので、うん、はい、確かにアクは結構ハマって倒したいから、 SS 早めに打てたら突破できそうな気配はある、うん、はい、ピンチになりつつ、はい。はい、ではポイントはこちら、ピンチで強くなるアビリティセット、 SS ターンアクセル&底力。そうですね、新アビリティ、はい、SS ターンアクセル、こんな感じでございました、うん、ということで、本当 HP が 50% 以下になってくるとピンチはチャンス。そうですね、うん、SS 早く溜まれって思ってるのが叶う、うん、叶うものでございます。打てちゃう、しかも号令という結構優秀な感じになっておりまして、はい、なんか友情コンボクリティカルもいいですよね、うんうん、あの電撃とかついてるので、はい、使いやすいのかなと思いました。というわけで以上、じゃん、重心化モンストブライトを使ってみたでした。はい、というわけで皆さん、ぜひ持ってる方は重心化してみてください。はい、ではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。2018年もモンストと公式チャンネルをよろしくお願いします。中の人放送局もあるよ、みんな登録してくれよな、見てくれよな、あれあれあれ